典型的な男の朝のルーティンは、朝起きて一番最初にやることがスマホに手を伸ばす。もうこの朝起きた瞬間、その時点でドーパミンモードに入る。通知だったりメールだったり全部確認して、読み終わってないツイート全部確認して、インスタントストーリー全部見て、一瞬で脳みそのクリアさを台無しにする。一瞬でドーパミンモードよ。お前はもうその画面にある赤い通知だったり、どうでもいい友達のツイートだったり、どうでもいい友達のインスタのストーリーだったりってのを見て、そのプラットフォームの奴隷になる。もう脳みそは次の情報、次の情報、次の情報を期待して一日を送るようになる。まあそんな感じで10分、20分、30分携帯いじってダラダラと朝起きて、腹が減ったお前が食う朝飯は高糖質な菓子パン、もしくはマーガリンとジャムをたっぷり塗った砂糖と油まみれのパンで、気づいたらもう時間がなくて、まともに身だしなみを整えることなく学校だったり仕事に出る。もちろんゴミの状態で一日をスタートしたお前は、学校でも仕事でももうパフォーマンスがすごく低い。すぐ眠くなる、すぐやる気なくなる、すぐ集中力なくなる。その調子で一日過ごしていくお前は、何やってもうまくいかなくて散々な一日を送る。家に帰ってきて、そのストレスをオナニーで発散する、ジャンクフードで発散する、酒で発散する。最悪な気分で眠りについて、また最悪な気分で朝起きる。また同じことをそれでお前は繰り返す。申し訳ないけど、こんな低レベルな朝で一日をスタートしてるやつぶっ潰すよ。うん、ぶっ潰すって、叩き潰すよ。俺が普通に全てのエリアにおいて完全に俺が支配する。申し訳ない。お前が欲しかった金、お前が欲しかった女、お前が欲しかった家、お前が欲しかった車、お前が欲しかった人生、全部俺が取る。で、お前がその理想を手に入れる可能性はない。ゼロ。無理に決まってんじゃん。勝てるわけないじゃん、俺みたいなやつに。俺に勝てるわけないよ。うん、まあ俺じゃなくても、俺以外にもハイパフォーマンスで一日をスタートしてる男がいるんだよ。お前はそいつらに勝てないよ。マジで勝負にすらならない、ね、土俵にすら立てない。もうぶっちゃけ生きてる世界が違うと思った方がいい。それはその砂糖と油まみれのパンを1年間食い続けたのと10年間食い続けたのでは全く体の影響が違うでしょ。どん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 体の状況が悪化していくでしょ。慢性化していくでしょ。人生もそれに変わりないよ。いい？ゴミみたいな朝で1日をスタートしてたら、お前の人生は滅びるよ。反対にいい朝で1日をスタートすることができたら、お前の人生は一変する。保証するよ。うん、マジで保証する。もっと言うと、いい朝で一日をスタートすることが、いい人生を送るため、自分の理想を叶えるための唯一の方法。ゴミみたいな朝送ってるやつがいい一日送れるわけがないもん。いい人生送れるわけがないもん。シンプルに無理なんだって。で、なんでこんなにも俺が朝を強調してるのか、朝を重要視してるのか。まず一つ目ね、人間の意志力が一番高い時間帯は朝。人間は朝から夜にかけて、少しずつ少しずつ少しずつ意志力ってのが低下していく。なんでかっていうと、意志力には限界があるから。どん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 減ってくんだよ。ゲージみたいなもんよ。体力がどん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 減ってくような感じで、朝はまあお前の睡眠の質だったり前日の過ごし方にもよるけど、このゲージが満タンな状態なわけよ。それはこのゲージが満タンな状態でやるべきことを済ませた方がお前はハイパフォーマンスな一日を送れるでしょ。なんで一日の最後の方ゲージがめちゃくちゃ小さくなってからやるべきことをやろうとしてるの。できるわけがないじゃん。だからこの人間の意志力が最も高い朝の時間帯に大切なことに取り掛かる。これが大事ってのは幼稚園生でもわかるでしょ。なのになんで朝起きた瞬間からドーパミンの奴隷になってんの。砂糖と油まみれのゴミを体の中に入れてんの。何してんの、バカなので。テストステロンも一番高いのは朝で、夜にかけてどん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 低下していく。だから高い生産性と集中力、自分の能力を最大限に発揮したいんだったら朝を使ってないとお前は負けるよ。うん、次、努力が自動化される。これは過去の動画でも話した。朝起きて〇〇する。もちろんそのやることっていうのは人それぞれ違うと思う。だけど、毎朝起きた後に決められたタイミングで決められたことをやってると習慣化されるんだね。で、脳みそは物事が習慣化されると意志力を使わずにそれに取り掛かることができるようになるわけよ。朝起きてすぐ歯磨いてるやつは意志力を使わなくてもすぐ歯磨くんだよ。これは何においても一緒。習慣化さえされてしまえばお前は意志力を使わなくてもその行動を自動化させることができる。今も俺はこうやって動画を撮って仕事をしてるけど、ほとんど意志力使ってない。もう自動化されてんの。やるんだよ、どの道。うん、努力に感じない、当たり前だもん。で、努力が努力に感じずに毎日作業してる俺が、毎日あーきついな辛いなって思いながら低レベルな状態で仕事に取り掛かってるやつに対して圧倒的な差をつけるのは目に見えてるでしょ。だってもはや俺楽しんでやってるもん。きついと思ってないもん、当たり前なんだもん。で、継続っていう観点でも考えてみてほしい。もう自動化されてるわけだから毎日これが行われていくわけよ、何も考えなくても。その一方、お前は意志力を使って頑張ろうとするから、低レベルな状態で生きてるお前が1週間のうちに3日間4日間やる気が出ない日があったとして、お前はその3日間4日間やる気が出ないから多分すっぽかす。特に自分の意思でやらなきゃいけないことをやる場合ね、副業だったりジムに行くだったり、そういった上の存在からやれって言われてやってないこと、自分自らの意思でやってることってのはお前はすっぽかすよ。だってやるかやらないかは全て自分にかかってるので、自動化されてないんでしょ。で、気分で決めるでしょ。俺は気分で決めてないもん。やるんだもん、どの道。自動化されてんの。自動化されてるやつと自動化されてないやつ叩き潰すよ。10年後想像しろって。365日自動化されてる俺、365日の間の250日サボってるお前、10年間で3650日だよ。どれだけ差がつく。次、残りの1日にもいい影響をもたらす。朝を大事にして朝のうちにやるべきことを済ましてる男ってのは最高の状態で一日を過ごすことができる。それはそうだよね。やることもう済ませてんの。もう好きなように生きていいじゃん。
何してもいいんだよ。それにやるって決めたことをやるとテストステロン上がります。なんでかっていうと勝ってるから。最もテストステロンが高まる行動っていうのは勝負ごとに勝つってことなんだよ。朝のうちに自分との勝負に勝ってみろって。テストステロン上がるから。でテストステロン高い状態で一日を送ってみろって。もう生きてる世界が変わるから。外の世界に示す自分、他人に対する自信、女性に対する自信、お前が解き放つオーラ、存在感、何もかも違うって。これらが理由よ。朝の時間を死ぬほど重要視すべき理由。誰にも譲るな。マジで。誰にも譲るな。で、すべての勝負は朝にあると思え。朝以降に勝負をしようとするな。無理だから。朝のうちに勝負してる奴に叶うわけないから。朝以降に勝負して。パフォーマンスのレベルが違うんだもん。で、この話を聞いて、いやでもジョージ、俺朝やることがないよって思って、やることを作れ。お前の人生をより良くする何かをしろ。で、何をすればいいか全くわかんないんだったら、とりあえずジム行け。それか副業しろ。金を稼げ。最初は1時間だけでもいいよ。その1時間を一切ぶれないで、自分の最大限の力をぶつけることができたら、お前はもうグッドよ。うん、もうそれ以外どうでもいいよ。その1時間でお前人生変えれるよ。超大事な朝の時間、それを最大限発揮できるように、お前は前日からいい睡眠を取らなきゃいけない、いい食事をしなきゃいけない。だけどそれ以外はもうどうでもいいよ。だけどこの1日の朝の2時間3時間、まあ、最初は1時間でいいよ。そこが勝負よ。そこをガチの勝負だと思って毎日取り掛かれって。保証するよ。お前は結果出すこと、お前の人生が変わること。3ヶ月続けてみろ。俺が今言ったこと、きつい時こそやらなきゃいけないことやるぜ。